くらしい。この向こう側が長野市ですね、はいはい、来る途中結構夜景とか綺麗だったですね。そうですね。こっちが夜景が綺麗な方ですね、はいはいはい、で、はいはい、この辺から上がってくるはずなんですけどね、日が。あ、そうですか。でなんかもう朝焼けじゃないけどちょっと雲に反射してこの辺ですね、いるような。この辺から日が上がってきますね。あ、そうですか。70メートル、あ、じゃあもっとか。今116メーター。おお、届くんだね。届くんだね。うわ、遠いや。これマダラオですね。東の方向なんですか。そうですね。あっちです。あっちですか。じゃあちょうどぐっと回って。そうですね。東だから こっちですかね。さ、もう分かんねえな。妙高黒姫でいいなと。いう感じですけども。あ、いいですね、いい線ですね。はい、こんにちは。長野インターネット局です。こんにちは。長野県は飯綱町の古民家カフェ野良野良に来ております。はい、先週インタビューをしまして、その続き今日は朝から、代表の高野さんに密着して、様子をこう撮らせていただきました。こんにちは。こんにちは。今日はお疲れ様でした。ありがとうございます。やっと朝6時からですか。そうですね、活動し始めて。早から本当に大変だったんじゃないかなと思うんですけど、ね。もう4時ですね。そうですね、近くになります。10時間経ちますね。どうですか、今日の感想はどうでしょうか。そうです、今日は日曜日で、はい、特に、飯山 の観光協会主催 の、うん、あのバスツアーのお立ち寄りということで、カフェをご利用いただいたのが、でいつもよりもお客様が多かったんですけれども。ここにパンフレットありますよね。そうですね、しだれ桜、それの山のしだれ桜がね、はい、うちからすぐなものですから、はいはいはい、それを、まあ、メインにということで、うん、私をいただいたんですけども、ちょっと残念ながらちょっと今年早くてですね、桜が、はい、うん、ちょっと散りかけになってしまったんですが、でもその分ね、うちに今いらっしゃる樹木医の関東さんが、はい、森林セラピーツアーをやってくださってご案内いただいたんで、まあ、満足してご満足いただけたんじゃないかと思っています。うそうですね、ノラノラの美味しいランチを召し上がって、うん、そして、はい、樹木医さんの関東、はい、関東さんですね、関東、はい、さんの、まあ、説明でこう、はい、まあ、癒されたかなと。そうそうそう、そんな感じでしょうか。そうですね、うん、まあ、ノラノラさんとしても
まあ他にも、美術品のなんか展覧会とか、まあ、いろんなこう企画をされてると思うんですけども、はい、スタッフさんの紹介をしてもらいたいなと思うんですけど、ちょっとこれ、そうですね、去年シェアハウス、ナラナラのシェアハウスを始めたことで、上3部屋あるもんですから、うん、そこにまあ、いろんな方が入れ替わり立ち替わりいらしてくださるようになって、うん、で樹木院の関東君はずっと今こちらにお住まい で、はいはい、で会社もこちらで起業されたんですけども、はいはい、で演技者も劇団の演技者もここに、東京都に拠点居住をされてたんですけども、飯綱が気に入られて、でもっとしっかり飯綱にコミットしたいということで、近くうちの近くの民家を空き家を借りられて、でそちらをアトリエとして長野での拠点作りを始めたとか、で、まあ、そういう方たちが例えば俳優さんだったり、うん、音楽家の方だったり連れていらっしゃったりして、うん、でまあ宿に来る方も結構ナラナラが気に入ってくださると、うん、その方がまた新しい誰かを連れてきてくださって。うん、でなんかノラノラにこちらの野良、まあ、人って私たち言ってるんですけど、野良、はい、人とまた新しいつながりができてって、はい、みんなでなんかワイワイやってます。みんなつながりを持ってこう新しい出会いがこうつながっていくっていう感じなんでしょうかね、うん、そうですね、なんというかこうやっぱりこうここでできる、まあ、東京とかではできないけれども、うん、ここでなんか実現できることってすごくなんかいろいろあって、うん、でこう、まあ、発見したりこうなんだろう、つながることで例えば樹木医の関東さんと、うん、365日野草生活のノンさんとで、はいはい、野草何里山散策っていう、うん、ツアーをやって、うん、でノンさんは里山の野草を説明して、うん、で関東君は木を説明してくれてっていうところで楽しん里山全体を楽しんでいただく、うん、企画が持ち上がったり、それがすごいですね。そうですね。でその山菜、例えばその里山で山菜採りをして、うん、で料理人の方がもう呼んじゃって、うん、でその採った山菜を料理していただいて、お料理していただいてみんなで食べよう会とか、うん、麺製麺をして、うん、で山菜、麺をみんなで食べる会とか、うん、なんかそういろんな会に発展して、うん、はい、あ、もう実現したされたんですか。一回内場で先月やったんですけども、はい、それが楽しくて美味しくて、はい、でじゃあ本格的にワークショップとして、はいはい、集客してやっていきましょうかということで5月にまたやるんですけど、はいはい、ご紹介いただきますか。これですね、はい、この会を、はい、やります。まあ、これがその関東君、365日野草生活のノンさん、すごい、はい、彼女ももう大活躍で、まあ、テレビにも出てますし、うん、たまらん。野良とどういう関係でしてあったんですか。ノンさんとは、うん、簡単にエゴっていうカフェギャラリーがあって、うん、でそこに出入りされているって、うん、でなんかそのカフェギャラリーのオーナーがノンさんの会に参加したのを聞いて、あ、すごく面白そうですねっていうことで、私がぜひなんか紹介してほしいっていうことでお願いしたのがきっかけですね。なんかちょうどその時に私がなんか里山でこうお茶になるものを自分で採取して
野草茶作りをちょうど始めた頃で、結構どんどん里山ラボっていう形で、はい、あの熊笹だったりよもぎだったりドクダミだったり、その辺をこうあのお茶にしてみようかなっていうカフェの空いた時間にちょこちょこ作ってた頃だったんです。ちょうど野草が気になる頃に、なんか野草を気にしてたら野草ののんちゃんとなんかつながりそうな、あのそのエゴのオーナーさんの記事を Facebook の記事見て、あこの人だったらここに来てもらったらいろいろ広がりそうと思って、うん、あの私から、はい、紹介してほしいで、彼女があのこういう生命ライターの玉置さんとか、うんうん、と南インド料理の沼尻さんとかをご紹介してくださって、はい、まあ、こういう感じで、つながりをこう広めたって感じですね。そうですね、自分のその大きな目標を達成するために、はい、ノンさんもここに来てすごくノラノラを気に入ってくださって、はい、うん、で、あのできる限りあの来たいですってあのおっしゃってくださって、うん、で野草茶ももっともっとバリエーション豊かにしたいしということで、すごくあの私が一人でやってた頃よりも随分バリエーション豊かになって、はい、でもう本当にお詳しいので専門知識もあるので、まあ、安心安全にご提供できるっていうところで私もあの監修いただくことで、うん、カフェのメニューもできます、うん、そうそう、はい、こんな感じ、まあ、というように高野さん の, そのネットワークっていうんですか、その人柄にもよるんじゃないでしょうかね、はい、話しやすくて、まあそうです、話しやすいですかね、いろいろ相談に乗ってあげたいくなるような、そうですね、はい、なんかここでできる、私自身もここでできることは何でもやりたいと思ってるので、うん、でここの それがここの可能性を広げる糸口でもあると思ってるので、なんか私だけじゃなくってここで何かしたい人がいるのなら、うん、あのどんどん使ってほしいし、里山も私たちだけじゃ全然もう整備もできないです、使いこなせないので、いろいろ宝の山のはずなのに、だからもしそれを使ってってみたい、使って何かしたいっていう人が現れれば、もうどうぞどうぞっていう感じで、うん、お互いにメリットがあるってことですよね。そうですね、うん、本当にそう思います、うん、だからあの農業にしても、はい、あのリンゴ栽培にしても、まあ、監督もリンゴ栽培やりたいということで、あの一部をのリンゴ畑を任せてるんですけども、そう、それでその自分で作ったリンゴでシードルを将来作りたいということなので、うん、なんかこう、うん、ありがたいですし、なかなかもう一人では全然手が回らないので、やっぱりいろんな人が加わってくれることで、うん、あのちゃんとこう形になっていく、うん、それでまあ、本当にこのシーズン、まあ、この前のシーズンのリンゴでいろんなお酒が誕生しましたし、そうシードル、あ、もう完成したんですか、シードルとシードルアイスドシードル、ホップドシードル、はい、あとまああと加工としてはリンゴジュースとかジャムとか、まあ、リンゴからいろんなものを、うん、加工してあげて、まあ、リンゴの価値も、うんうん、新しい可能性も広げられたらなと思ってます、うん、あ、いいですね、うん、いろいろこう企業っていうか、うん、その発展性っていうか、うん、進化してきますよね。そうですね、やっぱり人が加わると一人でやってるよりも全然もう2倍3倍と広がりますね、うんうん、ぜひぜひ、まあ、今後、まあ、一人じゃできないっていう面から、はい、たくさんの人がこうノラノラにこう関わっていけばいいですね、うん、そうですね、それで楽しんで仲良くワイワイやってくれるのを見るのが、うん、
嬉しいですね、うん、特に若い子たちが今、はい、うん、どんどん出入りしてくれてるので、うん、じゃあすいません、また繰り返しになっちゃうけど、同じことでもいいけど、この、ノラノラどんな風にこう今後していきたいと思いますか？これからですか、はい、そうですね、私、まあ、お酒好きなんで、はいはい、でそのリンゴ栽培もあのお酒のためなら頑張れるかもというところでリンゴのお酒であるシードルを作るためのリンゴ栽培を、うん、こうここ数年やってきているんですけれども、はい、うちはあの、まあ、リンゴ農家でもありますけれども、あの田んぼもあるので、はい、あの田んぼ、まあ、お米、うん、お米を酒米を作って、はい、それを酒蔵さんに持ち込んでオリジナルの日本酒にするとか、で、まあ、リンゴはシードですよね、であとホップ栽培をして、あのビールクラフトビール、はい、オリジナルのクラフトビールを作るとか、まあ、それもあの今度善光寺の近くで、うん、あの若いカップルがうちに最近出入りしてくれている2人が、うん、あの善光寺の近くでクラフトビール の、うん、あのブルワリーを作るっていうことで、うん、この間企画をあのご披露いただいたので、うん、じゃあうちのクラフトビールは彼らに作ってもらおうとかって考えて、なんていう名前なんですか、まだ決まってない、ま、あのね、マリカブルワリーっていう、マリカ、マリカ、マリカ、うん、あのなん、ま、手まりのマリに花って書いて、それってあのホップ、ホップってあのホップのなんか名前なのかな、うん、あの漢字で書くと、うん、あの、うん、マリ、マリの花って書いて、マリ花、もうホップのことを言うらしいんですけど、和名で、でそのそうな、まあ、そういったお名前であのクラフトビール作るということなので、いつも製品化されるんでしょうね、製品化はいつ頃、ね、なんか年明けになりそうですけど、あの来年早々にはとは言ってましたけれども、うん、まあで、まあ、彼らにビールは任せたり、うん、それはノラノラ限定ってことですか、うん、ノラノラ限定で、ええ、ノラノラでノラノラでしか売ってないっていうこと、あそのビールですか、うん、あいやうちがだからそこで委託醸造をして、はい、でオリジナルのノラノラビールを作る、ノラノラエールだったりノラノラペ、ノラノラペールになるかはちょっとノラノララガーになるか分かりませんけど、まあそれを作ろうかな、だからシードル日本酒ビール、うん、はい、あと町にドブロクトックを今、はい、あの今度取っていただこうかと思ってお願いをしているところなんですけども、それが取れたらハウストブロックを作って、まあせっかくリンゴを作っているので、あのフルーツドブロックを、まああのこちらのカフェとか宿でご提供できたらいいなと思ってまして、フルーツドブロックがどんな味するんですかね、んどのくらいどんな味するんですか、あいや美味しいです、あのどうだろう、甘酒にこうフルーツフレーバーをつけたアルコール的な、はい、ネクター的な、あーちょっとした、うん、いいですね、はい、うん、っていう、まあ、あと、まあ、フルーツだけじゃなくてその里山を生かしたボタニカルドブロクとか、まあ、シードルもそうですけどボタニカルなシードルとか、まあ、いろんなお酒をみんなで作るっていう、なんか酒造りが楽しめる場作りをできたらいいななんて思って、うん、いや、いろんな可能性がね、うん、なんかこう希望としてこう出てるっていうか、そうですね、まあ、あの、まあ、人が広こう加わってくれるとその分、うん、夢が一つ加わって、うん、いろんな人がこういろんな夢を持ちようって、うん、まあワイン好きな人はワイン作ればいいし、うん、あのビール好きな人はビール作って、まあ、あのお酒じゃなくてもあの例えばお味噌作りとか、うん、まあ、リンゴジュース作りもあの加工場を利用すればできますし、農産物農業に少し関わって、うん、でその自分が少し関わった農産物からを加工して何か、うん、
作り上げるっていう、そういう流れを体験していただくことで農業に関心を持つ方が増えたらいいなっていうところですね。そこら辺も心配してるわけですね。もう高齢化が進んでやっぱりね、危機的な状況じゃないですか。全国的、まあ、それは長野だけじゃなくて全国的にですけど、まあそういった支えになってる一人としてご主人の、ね、力も大きいかなってこの間、ね、今日思ったんですけど、ね、朝から、ね、送迎やったり、ご主人の力も大きいと思うんですけども、その辺なんか一言ありますか？もういや感謝感謝ですよ本当に。もうこれからも、健康に、ね、気をつけて仲良くノラノラを一緒に、ね、盛り上げていきたいなと思ってます。野良父さんと野良母さんっていう感じで、野良野良子たちがいっぱいね、レイリーしてくれて、みんなとそう楽しく、頑張っていきたいですね。はい、そうしたいですね。ぜひ上に向かって頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。